ト君、ちょっといいかしら。セリスカか、どうかしたのか。そのこの間魔獣討伐を手伝ってもらったことなのだけれど、随分とお説教されていたから、休むように言われてるって知ってたら遠慮したのに、なんだかごめんなさいね。まあどの道魔獣が出てるって聞いたら言ってたさ。被害が出る前で本当によかった。ありがとう。いきなり訪ねておいてなんだけど、予定は大丈夫だったの？まあ今日も休むように言われててさ、カジシのところに行こうと思ってたんだ。カジシ、武器を新調するのかしら。いや、この前見つけたあの剣、全部で8本あってさ、1本の剣に鍛え直すと結構な技物になるらしいんだ。リズベットは俺が知る中で一番の鍛冶師でさ、これじゃないけど俺が愛用してた剣はリズの手のものなんだ。へえ、それは興味深いわね。私も一緒に行っていいかしら。ああ大丈夫だ、じゃあ行こう。リズ、いるか？あら、キリトじゃない。あなたは？はじめまして、ゼリスカよ。キリト君の紹介で対策本部に入ったの。リズベットさんよね。キリト君から聞いているわ。よろしくね。ええ、そうね。はじめまして。リズベットよ。リズでいいわ。よろしく。リズちゃんね。で、キリト、あんたはまた女の人をナンパしたってわけ？まったく。おいおい、ややこしくなりそうな演技はしなくてもいいよ、リズ。何のことかしら？いや、なんでもない。リズ、今日は仕事を頼みに来たんだ。これなんだけど。これ、随分と使い物にならなそうな剣ね。キリトの趣味じゃないんじゃない？昔は儀式に使われてたらしいんだ。なんでもこの8本を1本に鍛え直すと人気レベルの武器になるらしい。人気レベル？すごいじゃない。キリトは私にこれを鍛え直してほしいわけね。ああ、頼めるか。任せて。この世界での家事もだいぶ板についてきたし、面白そうだからやってみたいわ。あー、でも今素材が足りてないのよね。じゃあ私とキリト君で取ってくるわよ。キリト君、いいかしら。ああ、リズ、それなら俺たちに任せてくれ。オッケー、キリト、ちょっと待ってて。はい、これに素材が取れる場所を書いておいたから頼んだわよ。リズのメモによると、あ、すぐ近くで取れるな。そこまで強い魔獣もいなさそうだし、すぐに終わりそうね。まあ、行こうか。
この辺りにありそうね。そうだな。あれがそうじゃないか。と、魔獣が集まってきたな。俺があいつらを相手してるから、セリスカ素材を頼む。ええ、任せてちょうだい。おつかかったな。これで全部だな。セリスカ、大丈夫だったか？ええ、大丈夫よ。素材も無事に取れたわ。お、ありがとな。じゃあ早速、リズに届けに行くか。楽しみね。どんな剣になるのかしら。リス、今大丈夫か？キリト、ゼリスカ、早かったじゃない。ああ、ゼリスカが手伝ってくれて早く手に入ったんだ。これだよな、数は足りるか？ねえ、問題ないわ。完成したらキリトのところに持っていけばいいの？いや、ベルクーリさんも気にしてたから対策本部まで届けてくれると助かる。わかった、期待してて。リズちゃんがどんな剣を作ってくれるのか楽しみだわ。あ、リズ、頼んだぞ。数日後、リズから剣を受け取ったとベルクーリさんから連絡があった。例の剣のことが気になっていた人が多いらしく、大々的にお披露目するらしい。よーキリト、来たな。キリト、もう遅いよ。ほら、ぎゅーだ、ストレア。キリト君、キリト、また女の子とイチャイチャして。出すな、リズ、誤解だ。おい、キリトに嬢ちゃんたち、それは後にしてくれ。みんな剣が気になって待ってるんだぜ。そうよ、みんなキリトさんを待ってたんだから。そうよ、リズちゃん、どんな剣になったのかしら。気になる。キリト、ごきげんよ。私も気になります。キリト君、モテモテだね。このセブンちゃんが調べてあげたんだから、期待しているわよ、リズちゃん。あの剣がどんな
お宝になったのか楽しみ。みんな、あ、そうか、見つけるのを手伝ってもらったしな。あの時はありがとうな。それじゃあリズ、見せてくれ。期待してくれていいわよ。ほら、七支刀ならぬ八支刀よ。七八支刀。七支刀はリアルワールドの国宝なんだ。枝葉が6本あってさ。これは1本多いから八支刀ってわけ。リアルワールドにはすごい剣があるんだな。実際には武器としては使えないらしいんですけどね。それこそ儀式に使われてたかもって言われてるんです。あれを実戦に使えるなんてすごいな。優先度も本当に珍奇相当だ。すごいよリズ。まあね、とはいえ私も実際に鍛えるまで本当に珍奇相当になるのかは半信半疑だったわ。フィリア落ち着けって。仕方ないわよ、調べた私が言うのもなんだけど、あのただの飾り物がこうなるなんてね。うんうん、びっくりだよリズベット、すごい。あんまり言われると照れるわね。リズベット、私の剣も作ってほしいです。私も。素材はキリトの持ち出しで。おい、キリトさん、素材集め頑張って。ジョーちゃん、ありがとうな。よし、これを扱える技量を持ったやつは、いっそのこと希望者に試し切りさせたらどうだ。お、そうだな。じゃあまた正式に通達を出すか。後日、ベルクーリさんの立ち会いのもと、八支刀の試し切り会が開催された。俺が勧誘した冒険者たち、特にフィリアが気合い入れて参加していた。結局八支刀を使いこなせる希望者はおらず、いつか八支刀を触れることを夢見て鍛錬に打ち込んでるそうだ。戦力だけでなく士気アップにも使うとは、さすがベルクーリさんだ。